一番多く使われる立ち方は元立ち、言います。元立ち、自然立ちって言います。この立ち方が今日やる平空、アーナンでもそうなんですけれども、本当に全ての方でこれがもう元になって出てくる立ち方なので、これはもう絶対覚えて帰ってください。この立ち方がこの足から一足長分、一足長分っていうのは足一つ分、自分の足の長さ、そのみんなもうどれぐらい広げればいいんですかとか、何センチですかとか聞く人もたくさんいると思うんですけれど もうそれはもう個人個人それぞれの体に合わせた立ち方になると思いますので、この2メートルの外人と最近の何でした、まひろちゃんとかが同じスタンスでやるわけもないですよね、立ち方。それと同じように自分の尺度で測って立ち方やってください。で、一足長分広げて、で、幅はこの立ち幅、広さは出て歩くぐらいの広さからまたもうちょっと少し広げてもいいので、それぐらい立ちます。この前屈立ちみたいな立ち方はしません。元立ちはこの高さから少し歩くぐらいの広さで、この広さからハスに構えるっていうんですけれども、足を前足も少し斜めに、右足も斜めに同じ位置に向けて、で、膝は親指の付け根までしっかり曲げます。で、腰を入れる。で、こっちのディフェンスポジションを取るように、広げずにほとんどの場合は腰を入れた立ち方になってます。高すぎず曲げすぎず、親指の付け根の方まで膝が来るように立ってください。で、移動の仕方なんですけれども、次足っていうのがよく出てきます。リュエリュアーナンでもそうですね。前に出て後足を引っ張る、前に出て後足を引っ張る。中にはもうこれだけのところもあると思うんですけど、なんでこの移動の仕方がいいかっていうと、じゃあ小崎くん、はい、相手に突きに行くとき一歩お腹力入れて、こう送り足なし、これだけよりも後ろ足のこの反動、勢いも一緒に立った方が伝えてくるでしょう、中に。そういう意味です。後ろ足もしっかり乗せて、体重を乗せてつく。そのためにしっかり次足は必ず行ってください。次足、前足から進んでいくのは次足っていうんですけれども、後ろ足を前に出して、この足を後ろ前に、これは送り足と言います。次足、送り足で、この時にも気をつけてほしいのが、もちろんこの地面にこの振って中に入るぐらいこうってやるぐらい食い込ませてほしいんですけれども、それを意識しすぎてこういう方々もたくさんいますので、ここまで大げさにせずに、自然の高さで、これはなしで行ってください。ではみんなで次足と送り足の移動をやりたいと思いますので、立ってください。
はい、椅子を基調、横に出して、はい、足を置いて、一足調 もう若干であれば少し横に広げてもいいと思います。だけどこんなまで広くならないように一足調、大体一足調、心持ち。では、はい、一歩左足前に出します。歩くぐらい前屈立ちみたいに深くならないこと、軽く歩くぐらいのスタンスで、はいはい、そこから前足、後ろ足をハスに構えます。これ向きすぎはダメね、ここまではやらないこと、わずかに。これもなぜかっていうと、さっき蹴るときも説明したように、こっちが開いてたらもう蹴ってくださいっていう立ち方に、絶対戦っててこんな人がいたらもう一発でバーンって蹴って終わらせるでしょ。なのでしっかりディフェンスポジションを相手から守って構えてください。はい、で、はい、足をしっかり曲げる、親指の付け根まで曲げます。そうそうそう、で、こっちの時に腰をもうちょいこっち入れて、こう、そう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 、今綺麗でしょ。もうちょい落として、じゃあ次足で前に進みます。いきます。じゃあ手は腰で、はい、よし、えっ、3、せっ、浜とかでやって足をライン引きながらとかやったら楽しくできると思うので遊びながら、あのなんかね、ドッジボールのコートとか作るときとか、ただプーって引かないでこのしながら、みんなに自慢しながらやってください、はい、では次、送り足の練習します。要領は一緒なのですぐできると思います。左足前、元に捕まえて、右足出して、左足で決める。いきます。はい、よし、3、4、5、し、後ろに下がるときも相手の技を切るという意味なので、相手が来る際にこう、パッて、後ろに下がったら相手も攻めれなくなるので、自分の脚力を使ってできるだけその移動範囲は広くした方がいいと思います。では、後ろに下がります。後ろに、こうで行きます。よし、送り足でどこに使うかというと、みんなおっしゃる通りアーナンの際に、これは、まあ、横にさばきながらなんですけど、アーナンの場合は相手をかわしながらなんですけど、アーナンの時のこの移動などに送り足が使われます、ね、でさっきの継ぎ足もアーナンで言ったら、相手の技を切るときも後ろに下がって次足で前に出て、打つときも次足で決めます。こういうところで色も本当に劉衛流の方ほとんどのところで、この足の移動全部こういう基本の動きがそのまま使われていますので、今ここでじゃあこの立ち方、移動の仕方を勉強しとけばすぐ
このアナもフェイクも上手くなると思いますので、ここを耐えて頑張りましょう。